26、えー、歳男 ITK3 年目年収350万です私は重度の小聴覚障害持ちです、えー、会社の会議や雑談など込みの場ではついていけず聞こえないというのは大きな判断だと日々感じます年収のか欲しいんですが会社だと込みという点で健常者に勝てる気がせず厳しいと感じてますここから年収を上げるためにベストの方法などありますかもし廣璃さんが聴覚障害だったらどう来ていきますかえっとまず働いてる会社が悪いです転職してくださいあの 僕、一応 IT 企業で働いてるんですけど、で、たまになんか、あの、ズームミーティング的なことはあるんですけど、基本全部メールとか、あの、ディスコードとか、あのスラックとか、あの、オンラインの、あの、チャットだったり、メールだったりベースなんで、ほんで、耳聞こえなかったとしても、多分僕、売り上げ規模変わんないんですよね。なので、あの、どうしますかって言われると、あの、YouTube をしなくなる、あ、できるな。 めっちゃ聞かねえもんな。今、誰かの音聞いてないもんな。<laughs> 今も、だかか僕、あの、コメント読んで喋ってるだけなので、耳聞こえなかったとしては何も困らないので、あの、どういきますかっていうと、今まで通りですっていう。ああ、なんから雑、まあ、ズームが減るから楽になるかな。むしろ楽になるのが答えな気がしました。はい、すみません。